なんだ？あのよくも男子の面前にヘナードをこきよって。うわー久しぶりに見た月光の土生木やつめ、やっと本気になりよったか。土生木、中国唐の時代、山東省の憲法家たちが好んで入れたボディーペインティングの一種であると言われる。体温の上昇によって浮かび上がる特殊な絵の具を用いたという。民名処方館、古代中国のボディーアートより。一見一冊、これを見た者、死ある。